2007年6月21日に開かれた株主総会席上当時の社長中鉢義春はソニー製品が一定期間経過後に壊れやすいという批判が根強いことに関連してソニータイマーと言われていることは認識していると述べたソニータイマーとはソニー製品は1年間のメーカー保証期間終了直後に故障が頻発するという多くのユーザーの指摘から ソニーはその高い技術力を使い、製品の保証期間が過ぎると、すぐ故障が起こるよう、精密に製品寿命をコントロールしているとされる都市、伝説である。かつては、このように噂されていたが、その後、多くの実例が報告されたことから、この噂が真実味を帯び、計画的陳腐化ではないかと、社会的に意識されるようになった。ソニータイマーというのは比喩であり、 保証期間と少ししか製品が持たずに故障しまうとされるソニー製品の壊れやすさを批判したものである。多くの日本人がそれを信じ漫画の笑いのネタにしたりオンライン掲示板に書かれたりしている。イギリスのテレグラフ氏はこのソニータイマー説は同社を20年間にわたって悩ませ続けていると報じている。海外製品との競争が 最も熾烈だった1970年代後半にソニーユーザーから指摘されるようになった。ただ、こうした不良品の仕込みは市場を独占している製造企業でない限り消費者に企業やブランドへの既存、悪印象を植え付けてしまい他社製品への乗り換え買い替えを流してしまうため意図的に仕込むことはありえないと通常は考えられる。しかし2006年に 欠陥のあるソニーのバッテリーを搭載したアメリカ合衆国のデル製ノートパソコン410万台がリコールとなったことからこの噂が真実味を帯び社会的に意識されるようになったこのリコールではデル以外にレノボ、富士通、アップル製品も含め世界で960万個に上った爆発の危険性があるバッテリーを原因とするリコールによってソニーは 大きなダメージを受けた。また、同2006年には、本物のソニータイマーかと噂された薄型テレビの例もある。同年2月に、ソニーは2005年10月発売の薄型テレビ、ブラビアのリアプロジェクションテレビ、E シリーズ2機種に、視聴時間の累積が約1200時間を超えると、視聴中に電源が切られない、ソフトウェアのバグがあると発表した。 平均的な使用時間である1日3時間使用したと計算するとメーカー保証期間の1年がちょうど過ぎた頃に1200時間を超えるためまさしくソニータイマーと噂された。これに対しソニーは不具合は試験を行っている途中で発覚したに過ぎず不具合が起こるように設計したわけではないと弁明した。ここ20年間にわたりソニーは日本で ソニータイマーという都市伝説に悩まされてきた。それにしても保証期間が切れた直後にソニー製品を故障させるという次元爆弾は本当にあるのだろうか多くの日本人はあると純粋に信じている。ソニーの不良バッテリーを組み込んだ410万台以上のデル製ノートパソコンが2006年にリコールされた件は 何十年にもわたって囁かれていたタイマーの噂を一躍広めることになった。1980年から2006年にかけて日本の技巾と技術、オタクたちはソニータイマーの存在を冗談のネタにし、皮肉めいた漫画を作っては電子掲示板で鬱憤を晴らしていた。しかしデルのリコールによってその年伝説は世間に知られるようになりソニー製品の不良に起こった人々は これぞソニーを叩く、好材料とばかりに飛びついた。ソニーは長年にわたってソニータイマー説を払拭しようと様々な取り組みをしてきたが、メーカー保証期間終了直後にソニー製品が故障するたびにソニータイマー伝説はユーザーにとって揺るぎないものとなっていった。中力技術革新を誇りとする日本において燃え上がるノートパソコンと史上最大の製品リコールは そう簡単に片付けられるものではない。ハンタースキップワース、テレグラフ .co.uk、ありがとうございます。